パリーグの CS ファーストステージ、エスコンフィールドは、ホームの日本ハムが第3戦でロッテを5対2で破り、ファイナルステージ進出を決めた。動画、普通にドストライク、やり投げ金の北口春香が始球式で見事な投球披露。その白熱した3連戦の初戦、10月12日に始球式を行ったのが、 パリ五輪の陸上女子やり投げで金メダルに輝いた地元、北海道旭川市出身の北口春だった。パリ五輪で記録した65メートル80にちなんで背番号65.80をつけてマウンドへ上がった北口。やり投げを行う時と同じく、両手を上げて観客に拍手での応援を促すと、 その強権を生かして、ボールは見事にキャッチャーミットに収まった。これには X 上で、もう W 可愛い,いし、形 AWWW。プロのマウンドから届いて普通にドストライク W。本気出したら100マイル投げそう。ほんと笑顔が可愛い,いって最強。外野からのレーザービームを見てみたい。65.80の背番号いいな、と。 驚きや賞賛の声などが寄せられ、ファンは惚れ惚れとしているようだった。北口は翌13日に出身地の旭川市で外旋パレードも行い、沿道には約4万8000人の市民やファンが集まって熱い声援を浴びた。明るいキャラクターで笑顔を振りまく金メダリストは、どこへ行っても人気者だった。